ロのハッシー食べ歩きぶらり、イエーイ。はい、またまた行ってきましたね、ハッシーさん。はい、行ってきました、先週引き続いて、はい、はい、堺市、堺市光明池、光明池イオンの2階、イオンの2階です。はい、そうですね、今回食べたのは、はい、私タコ人言うてもてな。そうなんですよ。実は何、人だこ、人だこですよね。あの店長、女の子、男前の女の子やったな、かっこいい方、キャピキャピしてな、借金しとったな。はい、はい、本当に。お名前は、秋田京子さん。秋田京子さん、はい、はい、じゃあその模様を、そうですね、聞いてもらいましょうか。もらいましょう。2週続けて同じとこ来たけどさ、はい、ハッシーさん、隣のお店、うん、タコ人、タコ人、タコ人、かわいい、かわいい女の子や、はい、店長さんやね、お名前は、はい、秋田京子と申します。秋田京子さん、はい、かっこいい男前で借金して、 ありがとうございますねえ、なんか過去のタコ焼きは何年か歴史持ってんの？わあ、12年ですね。一番大変ってんの？はい。たこ焼き一筋。一筋12年。味が違う。そう、味が違う。ありがとうございます。あのソース独特やな。はい。わし初めてあんなの食べたわ。甘いというか、まろやかというか。香ばしさもあって。香ばしさもあって。香ばしさもあって。奥が深いな。あ、もうベタボンみたいな。ほんまベタボンや、あのたこ焼き。ありがとうございます。焼きそばも独特やね。はい、はい。ね。いや、そう、いや、あのたこ焼き。はい。ちょっと大きいや。ね、はい、で、安入ってるの。安で、ね、はい、380円。こんなとこであんた安いね。あれ、あの焼きそばがもした。お、480円。焼きそばね。はい、あれも安いですね。でも、おすすめたこ焼きやな。おすすめはたこ焼きです。はい。走れたこ焼きやな。はい。はい、そうですね。はい。お店の名前は？陣だこです。陣だこ。はい。陣だこね。はい。あんたの名前は？秋田京子です。秋田京子ね、はい、昨日会っても京子ね。京子です、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。市原秀人、夢の扉。こんばんは、市原秀人です。ヒロンさん、こんばんは。はい、こんばんは。いいね、このコーナーの出だしでね、夢の扉、ボロンとあのギターの音がね。 ありがとうございます。先週聞いたけど、中学2年の時にね、はい、初めてギターを勉強した。そうですね、はい、ね、はい、さあ今週はその長渕剛の聖地であるということで、ああ、はい、どこがそうなの？九州の福岡なんですけど、うんうん、ライブスポット昭和っていうライブハウスがあって、うん、有名なの？それは知ってる人はもう相当知ってると思う。そうやろね、はい、うん、そしたらそういう聖地、ライブハウス歩いたら全国からみんながそこへ出たい出たいと思ったりするん違う？あ、そうなんですよ。なんかでも、うん、なんかこのテレビを見てたら、うん、そういう昭和の特集がやってて、うんうん、なんかあのみんなこの全国から押しかけて、うん、でかなりその昭和の関係者みたいな人がかなり迷惑してるっていう話を。迷惑してるわけ。はい、あ。大勢来たら嬉しいん違うの。だからそのみんなその昭和に出れば、うん、そのプロデビューできるって考えてた人がその当時多くて、でその昭和の人たちに言わせれば、あの、まあ昭和に出たからといってプロデビューできるわけではないと。はい、あ。まあ、そういう感じで、まあまあ、でもそういう聖地があるって言ったら楽しいわな。そうですね、はい、行ってみたいよね。行ってみたいです。続きは来週やね。あ、そうですね、そうやね、はい、この曲は夢の扉です。成し遂げなければいけない時がある。たどり人は空へ羽ばたいた。
がいたことを突然ですが井上玲香の中途半端はやめて。皆さんこんばんは、 A フォースエンターテインメントの井上玲香です。平野さんこんばんは。はい、こんばんは、ようこそいらっしゃいました。いいな、毎週こんな可愛いことで、うち春ちゃんが美人やね、はい、この玲香ちゃんでな、可愛、はい、いわ。いや、ありがとうございます。今日はね、はい、なんかイベントのあれやね。そうです、明日やって。明日なんですけれども、うん、10月13日、うん、堺市にて、うん、宮園一番街という商店街のお祭りなんですけれども、はいはい、私午後4時頃に出演させていただきます、うん、入場無料ですのでもちろん、うん、はい、もしお時間よろしかったら遊びに来ていただきたいなと思っております。はい、この曲は何？この曲はですね、うん、作曲奥村秀夫先生、作詞源内知恵先生に作っていただきました。とっても楽しい曲になっております。中途半端はやめて、聞いてください。気持ちあるやらないのやらだけど好きなのあなたのことが、もうやめて、もうやめて、中途半端はやめて。不思議物語、巫舞深夜の深夜の巫舞。怖ヤマンバの里後編です。あれ、お父さん変だよ、おばあちゃんがいない。山奥の墓地の外れまで老婆を追っていった太一がすっとんきょうな声を上げる。彼女が曲がった方には道がなく、ただ険しい山がそびえてるだけだ。あれは幻だったんだろうか。いや、そんなはずはない。私たち家族が追ってきた墓の中の道には、老婆の足跡と杖の跡がまだくっきり残っている。おかしいな、確かにこっちに曲がったのを見たんだが。不思議に感じながらも、私は自分が太一と同じ年の頃村に住んでいたおよねばあさんのことを思い出していた。およねばあさんは村外れに一人で住んでいた老婆だ。我々子供たちからはヤマンバとして恐れられていた。今思えば、村人との近所付き合いを一切しない彼女に対し、大人たちも仲間意識を持っていなかったんだろう。およねは子供をと捕まえて食っちまうんだぞ。そんないたずらをしたらおよねにさらわれるぞ、などと村の長老から言われたものだ。そういえば小学校に通っていた頃、山で道に迷ったことがあった。河原でベソを書いていると、坊やどうしたかい、と後ろから声をかけられた。見るとおよねばあさんだ。普段なら一目散に逃げ出すところだが、心細かった私は、道に迷うて帰れんなったとすがるように訴えた。およねさんは私の手を引き、自分の家の前まで案内した後、ここまで来たら帰れるじゃろ、おそうじゃ、餅があるけん食べ持って帰りゃええわ、と手招きした。いくらか安心した私は、不意に、およねは子供を捕まえて食っちまう、という長老の言葉を思い出し、怖くなって駆け出した。待ちんしゃい。慌てたおよねの手がズボンの尻ポケットにかかるのを感じたが、私は全力で逃げ出した。尻ポケットは母に縫い付けてもらっていたお気に入りの少年ケニアのワッペンとともに破れて、およねばあさんの手の中に残った。そんなおよねさんが亡くなったと聞いたのは、東京の大学に行ってからだった。お父さん、これなんだろう、太一の声に我に返る。見ると
老婆が消えたあたりに今まで気がつかなかったのだが小さな無縁仏の墓があった。何かお供えしてあるよ。息子は墓の前にある小さな布切れを拾い上げた。乾いた泥にまみれた少年ケニアのワッペンだった。おしまいです。来週も深夜のミブお楽しみに。